こんにちは、ダイスです。今回はスプラトゥーン2です。2022年最後のクマフェスということでサーモンランをやりに戻ってきました。3に移行してる方も多いと思うので、どんな感じになっているのか楽しみです。はい、ということで今日どんぐり見つけた。かわいい、秋だね。クマフェス、そうクマフェスやりに来ました。よく来てくれたね、待ってたよ、ありがとう。そこ3やってる人もいると思うので、もうね多分お帰りとかね言う方も結構いらっしゃったんですよね。面白かったです。ではクマフェス行きましょう。すっごい久しぶりに来たクマさん紹介。今回2022年最後のクマフェスということで10月18日の朝9時までかなやってる状態です。はてな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 になってるこのクマフェス、バイトに参加した時に支給の武器がクマさん印になっているはずということで早速参加して行ってみたいと思います。2の時サーモランあんまりやってなかったんですよ。なのでめちゃくちゃ楽しみです。最近3のサーモンランばっかりやってたから。ヘリとか違いましたっけ？なんかイメージはあのままだったんだけど。あ、そっか、寄り方も違う。そっか、ヘリからじゃなかった。よろしくお願いします。はい、ということでクマさん印のバイトアイテム最初からになってましたよ。すごいね。まあ、ステージ自体はね3でもあるステージが今回あるのでそれでやるという感じですね。下を先にやろうかな。強くない？クマさん印強くない？え、めっちゃ強いんだけど。良い感じで、私スーパー着地のスペシャルですね今回。足元は任せて。あ、でもインクの量がすぐなくなるかもしれない。はい、あー足りなかったか。下も来てるね。はい、オッケー、納品。次は Come on. あ、なんかね打ってる感じのコントローラーの振動も変わってるかも。この武器だからってわけじゃない気がします。パワー久々外で行けましたね。よっしゃ。はい、じゃあ逆側。これで最後かな。9、8、7、6、5、4、3、2、1。足りない。ナイス。はい、終わり。楽しい。あ、これもクマさん印のスロッシャーだ。え、ぐるぐる回るんだけど。あ、やばい、光映えだ。ごめん、こっち来てた方がいいよね。回るね。はい。マジで？待って、インクないわ。いやいや、持ってかな、持ってかないで。あんな持って行き方だったっけ。よし、インクない、インクない。ナイスナイス。めちゃくちゃインクなくやるんだけど、スロッシャー。こ
んななくなる？待って。はい。リンクないぞ。ちょっと逃げよう。はい。もう終わるからね。ナイス。ナイス。やば。で、最後も。ブラスター、クマさん全然早くない？このブラスターすごいんだけど。やばくない？さて、開いた。いや、強すぎですよ、ブラスター。そっか、飛ばせないんだ。サインやってると飛ばせる気になっちゃうけど、違いましたね。はい。で、みんなどこにいるかな。カモン、了解。遠い遠い遠い。オッケー。遠いんだけど、走ってかないといけないの辛いね。これ飛ばせるようになったのは本当画期的だったですね。これあと1個、あと1個。完全に画期的だわ。ナイス。倒れないように抑えよっか。あと3、2、1だけど、まあ大丈夫でしょう。ナイス。イエーイ。楽しい。クマさん印シリーズすごいですね。これ3でも出てくれるかな。ほい、ということでクマフェツやりに来た私も。もらいましょう。そういえば報酬の受け取りも外にありましたよね。忘れてました。はい、今回こんな感じです。初めてのジムパーソンアーマーゲットしました。18日の朝9時までだと思いますので、まだやってなかったっていう方はぜひですね、スプラ2戻ってクマフェス楽しんでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!